ドスケベな皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは日本出身のアイドルガールズグループの TWICE ミサムのメンバーとして大活躍しているセクシーな皆さんです。1997年3月24日生まれ激アツの26歳。生まれはアメリカ合衆国テキサスで兵庫県出身。血液型は A 型。身長165センチ、3サイズは上から推定81、56、81の D カップ。本当たまりませんね。可愛らしいルックスとあでやかな表情に男性諸君は思わずあそこがうずいて仕方がないでしょう。そんな彼女ですが、1997年3月24日、アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオに生まれ、兵庫県西宮市で育ちます。小学校から高校まで日本の小林精神女子学院に在学してました。また高校2年生の時、阪急梅田本店のデパート地下で母親とショッピング中、 JYP エンターテインメントの社員からスカウトを受けます。阪急梅田には夢が詰まっておりますな。こんな美女に出会えるなら毎日張り込んでしまいそうです。その後グローバルオーディションを受けて合格。親の反対を押し切り高校を中退して韓国へ渡り、2014年1月2日に JYP エンターテインメントの練習生となります。行動力バケモンすぎて怖いですね。人生2周目かって疑っています。 TWICE としては2015年5月5日より Mnet で放送された韓国のオーディション番組 16 に出演します。練習生期間が1年10ヶ月と、出演者の中でも特に経験が浅く、パクジニョンプロデューサーにも見慣れない顔と言われるほどであったが、最終的に16人の出演者の中から見事デビューメンバーの9人に選出されました。その後10月20日に TWICE のメンバーとして正式にデビューし、2019年7月11日、極度の心理的緊張と不安のために残念ながら予定していたワールドツアーの欠席を発表し、後に病名が不安障害と診断された。同年10月、TWICE の4周年記念ファンミーティングにて一時的なサプライズ登場を果たすものの、 JYP エンターテインメントはミナの今後のスケジュールは未定であり、彼女の健康状態を何よりも優先させると説明し、休業中にリリースされたアルバムフールスペシャルと&TWICE では楽曲レコーディングとミュージックビデオの収録には参加したが、残念ながらテレビやコンサートの出演は残りの8人で行ったようです。前述したファンミーティング以降、本人は自信を取り戻したと語っており、10月以降は TWICE テレビやライブ等の公式映像に登場するなど、歌番組への出演以外の仕事をこなすまでに回復します。2020年にリリースされたミニアルバム More & More の活動では歌唱姿を披露し、復帰を果たしました。さらに2023年7月26日 TWICE のサブユニットミサもデビューし、メンバーは他にモモさんやサナさんがいます。ちなみにメンバーカラーはミントグリーンで、モモ、サナと並び日本人メンバーの一人です。このルックスは日本の宝ですね。ミナリやミータンの愛称で親しまれており、また甘えん坊で寂しがり屋の一面もあるため、メンバーの後ろをついて歩いていくことからファンの間ではしばしばペンギンとも呼ばれているようです。可愛すぎて死ぬ。実は日本とアメリカの両方に市民権を持つ二重国籍者であったが、両親ともに日本人で、かつ物心つく前に日本へ帰国したことから、渡り勘するまでは母国語である日本語以外を話すことはできなかったようです。小林精神女子学院中学校高等学校に在学していた頃は英語劇クラブに在籍していた。理由は先輩がダンスクラブを作ろうとしたが学校から許可が下りず、唯一ダンスを踊れたのが英語劇クラブだったからと語っています。ちなみに趣味はゲームで、休みの日には3時間ゲームに費やしている。また手先が器用で刺繍や編み物が得意なようです。そして何やらやらかしたエピソードもあるようで、それは同じ JYP 事務所に所属する男性グループGOT7 のベンベンさんとのベッドでのツーショット写真が流出されたことでした。2017年3月、インターネットコミュニティでまさかの皆さんとベンベンさんのベッドでのツーショット写真が流出してしまう黒い噂ですが、流出した経緯はベンベンさんのインスタグラムを中国のハッカーがハッキングしたからではないか
と言われています。そしてこのツーショット写真で皆さんとベンベンさんの熱愛の噂が生まれました。しかも TWICE がデビューして間もない頃の熱愛疑惑だったので、両グループのファンの間では衝撃が走ったことは言うまでもありません。皆さんとベンベンさんのベッドでのツーショット写真が流出した際に、一部のファンの間で別の写真をツーショットに合成されたものではという意見もありました。しかし合成ではないのではという意見もありつつも、熱愛疑惑はさらに高まります。見かねた JYP 事務所は2017年3月13日に写真について言及。事務所から発表された文には端的に、ただ打ち解けた雰囲気で撮った写真だ、二人は単純な会社の同僚だと書かれ、二人の交際を否定していました。ですが、なぜベッドの上で撮る必要があったのか、と腑に落ちないファンもいたようです。ちなみに私も腑に落ちてません。私も皆さんとベッドショットが撮りてえよ。とまあ童貞の魂のザレ言は差し置いて、今ではすっかり有名になった彼女ですが、今後どうなるか目が離せませんね。どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。概要欄に彼女の SNS リンクを載せているので、可愛い、興味湧いたって人はいいねとフォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますので、ぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.